はい、今日はね、マルタイ、大分鶏白湯。これこの間食べたんだけどね、結構美味しかった。ただ柚子胡椒パウダーっていうのがね、いまいちよく分かんなかったんで、今日はね、この柚子胡椒をマシマシでいきたいと思います。粉末スープと調味油、茹で時間は3分だけど2分茹でます。鶏チャーシュー、卵、鶏チャーシューを用意してます。メンマとネギと卵、丼は少し温めようかな。麺を入れて1分ですぐ作り始めないと。はい、スタートします。結構の量だね。こんなにいっぱい入ってる。これを調味油、これ何が入ってるんだろう。今日はね、SB の柚子胡椒、これはね、お好みなんだけど、これぐらいかな。これぐらい入れちゃおうか。お湯は300で作ります。真っ白。いいよね。今日はマルタイ、大分の鶏白湯。これ美味しかったんだよね。柚子胡椒って書いてあるのがね、いまいち分かんなかったんで、今日は柚子胡椒マシマシでいきました。
胡椒のね香りがする。いただきます。このくらい入った方がねあっさりすっきりして美味しいよこれ。うん、なかなかいい。うんうん、鶏パイタンだから鶏チャーシュー、鶏の胸肉で作ってます。塩麹でねつけて冷凍しておいてチンして温めるだけ。うん、あうまい。これぜひ食べてみてください。うん、これうまい。